九条リンダ。はい、この指をよく見てください。あなたはだんだん意識がぼんやりとしてきます。私がパンと手を叩くと、あなたは夢の世界に落ちていきます。3、2、1、はい。ちょろすぎんだろう。もう、それはそれとして、なんでマーシャ先輩も催眠にかかってんの？知らん。マジかよ、エロいことし放題じゃねえ。思っても言うんじゃねえ。ここで突然、オタクアグリー放題、美女に催眠術立てちゃった。さすがにかける暗示といえば何、何幼児対抗させる。開放的な性格にさせて脱がせる。股を開け。え？誰だお前。すげえこと言っちゃったよ、おい。それも悪くないかもな。ああ、そう。ねえ。ん？綾野浩二くん。何を黄昏ているの？何も。偶然だ。またあなたはそうやって。何も教えてくれないのね。言っただろう。偶然だ。Okay guys, thanks for watching my video. If you like this video, please press subscribe because your support it will make me feel happy to always update my video. After all, I'm Kujorin. See you later.